今日は晴れるところが多くなりますが、明日になると雨のエリアが増えてきます。今日の日差しを有効に活用いただければと思います。現在の状況から確認をしてみますと、この時間赤色やオレンジ色の晴れの報告が多くなっておりまして、今日日中はこのまま穏やかな秋晴れというところが多くなりそうです。昨日の夜は関東南部などでかなり狭い範囲で急な天気の急変、雷雨ですとか雹あられといったような現象がありました。それをもたらした寒気、その状況の方を確認をしてみたいと思います。昨日の段階では上空の寒気見ていただきますと、上空9000メートル付近で氷点下40度以下の寒気というのが東の方へ通り抜けていったといったような状況が確認できております。そうした上空の寒気なんですけども、この後明日の段階になってまいりますと、基本的には寒気の方弱まってまいりまして、次に強まってくるのが明日の明後日といったようなタイミングになってきそうです。このため今日については広い範囲で晴れのアイコンが並んでおります。日本海側ではしぐれる可能性がありますが、時間はかなり限られる予想。一方明日金曜日の予想に切り替えてみますと、北日本日本海側を中心に雨のところが多く、西日本なども一時的な雨という予想がありますので、お気をつけいただければと思います。ウェザーニュースライブでは常に最新の気象情報をお伝えしております。チャンネル登録の上、情報更新の確認にぜひお役立てください。